始まったんすよ。始まってもうたや。太田 vs 平間の、ああね、戦争が。いやもう来シーズン絶対もうね、玉取ろうもロードギャップ、ロードギャップ行ってきまーす。行ってきまーす。長い急な斜面。うちらの仲間が一人入ってきましたからね。そうね、はい、パール。いや。パール？パール。プログラベラー。ディパール。ディパール。いや。ノートラックだよ。ノートラック。いや、いつでもノートラックだから。我々でも琵琶湖で鍛えられてますから、こんなあの、うん、サイズの湖みたいなもん。いやもうあれよ、野池。ノイケっすよ、俺のやつら、うん、こんなもんはノイケ、全然うねりもないし、ない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 、フラット、うん、朝礼をしたいと思います。今日はね、他でもないよ、あのみんなに集まってもらったら、見て見ての通り青とグリーンのコントラスト見えてますか？コピーしてる。見えてますか？完コピじゃないですか、吉田。また始まった。今日は何キャラなんですか？完コピ。これね、見えてるこの斜面が全てじゃないから、この見えてないところに楽しさがあるから。あと、あとは怪我しないようにね。あと、吹きの塔とかあったら取ってって。ね。みんな分かった？はい。うん。返事！はい。はい。じゃあ行きましょう。いや、うちの近所の湖がサップできなくなったのよ。危ないから。風で流されて帰ってこれないとか、もうそうやって飛び込むとか。基本的なルールが分かんない人結構多くて、最近もうサップみんなやたらあるから、そういう啓蒙にしたいと思ってます。今回よろしくお願いします。落ちないでですね、よし行こう。どうやこれ、ロックス、あれフィン1本しかついてないよ。フィン1本で大丈夫です。ほんま？なんか上手い人はフィン1本なし。ほっほっほっ。ラマさん、これペットボトルどうしたらいいですか？普通に答えてくれた。ラマさん普通に答えてくれた。めっちゃくるくる回るやんこれ。これめっちゃくるくる回るで。安定したやつじゃないと怖いわ。なんでこんなくるくる回るで。全然前がない。めっちゃくるくる回るよ。ほら。それ最初言ってくださいよ。なんだい？大丈夫、僕も怖いから。絶対落ちたくないもんだって。うん、これは変えてもらった。ありそうね。うん、変えてもらった。そうなの、あったかいって言ってたのにさ、冷たいよ。なあ中島くん、当たるなよ。俺に当たるなよ、中島くん。俺に無断で当たるなよ。 100% 落ちる。だって明日はラフティングなんでしょ。明日はラフティングでいいですね。え、違うの？マジで？明日サップなん？明日サップなんや。めっちゃ嫌になってきた。めっちゃ怖なってきた。パウダーにいきなり入るときどうしてますか、ハヤト君？あんたどうしてんのよ。ノーズ上げてます。ノーズ上げてんでしょ。ノーズ上げる練習しとかないと明日刺さるよ、ノーズ。あの人は鬼だわ。もうあの人はもう絶対次のシーズンにメスよ。来シーズンぐらい誰か怪我しそうっすよ。もう俺ね、今もう本当にね、今まで心に決めたって言ってたけど、本当に心に決めた。来シーズンねえ、ハヤト君、うん、もう仲間できたから、うん、ラマさんをメス仲間ができたから、うん、気持ちよかった。落ちたらこうやって上がる練習しとかないと明日上がれとか言われるから。明日だって川深い、川深いところと浅いところ、深い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 ところは安全だけど、浅いところもあるんで、浅いところは膝とかバーンとか打ったりするから。そもそもでも、え、落ちる練習をしとかに勝てやばい。落ち、おー、なんやねん、お前うまいな。お前腹立つ、そういうとこ嫌いやわ。コニタンかっこいい、コニタンかっこいい。わかる。え、何でもできたんですね。
そうやろ、あ、そう思うやろ、あいつ自転車でもね。そうやね、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 おらおらおら、なんかやってるやん、ああやってで、いつもかっこいい言われてる。そうなんだよね。ちょっとうまい、小西隆史の人間はやっとそうですよね。影でな、あいつ影練してるで、あれ絶対絶対影練してるねんと。地味な地味な攻撃で、ああ。で後ろに波突っ込んで後ろ側にバランス崩した、これも覚えておいて、これこれこれ。それ。後ろこれ。倒れそうになったら後ろ。これはなんていう技なの？これはブレイスって技。ブレイス。あー気持ちいい。ブレイス。これ覚えてて明日はひどい目に遭うから。覚えててもひどい目に遭うんでしょうよ。もしそれ今言われたこと全部できたってひどい目に遭うんでしょうよ。そんなことない。遭うよ。どの顔でそんなことないって言ってんねん。決めつけるは良くないです。決めつけれるよ。もういいやん、いいやん。めっちゃええやん、めっちゃええやん、めっちゃええやん。めっちゃええやん。絶対できへんねん、あんな綺麗だね。うわ、冷た冷たいよ。綺麗綺麗。休憩綺麗だな、これ飲めるんだ。あ、そうか、流れあってもこれ入れちゃうんだもんね、ここにね。なんか不思議、止まってる不思議。え、お、違う違う。お腹冷えるかもしれないか、これだいぶ冷たいよね。冷えるわ。あの去年琵琶湖で落ちたのとどっちが冷たい？こっちっすわ。ほんと、うん、ベアコはそんな冷たくはないからびっくりしたけど。びっくりしたよね。いやー、1日目終了。明日はね、僕ラフティングだって聞いてたんだけど、なんか結局サップらしいですよ。結局なんかサップで広いとこ行くんだって。いやだよね。まあとりあえずもう今日は一服してここで入って、グリーンカレー食べてバーベキュー